ちは、堀です。今回もまたね、森の方に入ってきてるんですけども、今日来てるところは、先日もね、来たんですけども、また、奥多摩にある海沢渓谷の方へね、入ってきました。先日入ってきた時はね、お盆休みで、山の日っていうことでね、かなり賑やかだったんですけれども、今回はあれから、3週間ぐらい経つのかな。今日はね、ちょっとね、写真をメインで、撮っていこうかなと思います。で、今ここいるところはね、あの海沢の三滝の方へ行く林道なんですけども、今日はね、もうね、林道沿いからね、もう撮影をね、ちょっとね、してます。いつもはね、ここをずっと通って行っちゃうんですけども、いつも通りながら結構ね、渓谷が綺麗だななんて思ってたんですけどもね、今日はちょっと、少しね、この辺もね、撮影していこうかなと思います。でもうね、早速ねやっぱりのんびり入ってくると分かるんですけども、ここにね、結構ね、立派な滝が流れてました。結構この渓谷もね、綺麗な渓谷でね、いいポイントがいっぱいあると思うんで、ちょっとね、ゆっくりで、三滝の方もね、行こうとは思うんですけども、ちょっとね、この渓谷沿い、林道沿いですか、を撮影していこうかなと思います。今林道を来てるんですけども、先ほど撮影したところからちょっとね、また上の方に上がってきたんですけども、上に上がってくるとこのね、沢が結構ね、低い位置になってきて、こう上から見下ろすアングルになってしまいましたね。でもこう見ると結構ね、深くて綺麗な渓谷です。で、少しね、やっぱり日が深いんで、渓谷が深いんで日が当たって入らないんで、少し暗いような感じになってます。林道の終点ですね、海沢渓谷の、海沢三滝の入り口までね、来ました。今日はね、誰も来てなさそうです。車もね、1台も止まってないし、それから、キャニオニングですかをやるグループがね、1台上がってったんですけれども、どの辺に入ってるかちょっと分かんないんですけどもね、今はここは静かです。今回は前回と違って、1人でね、ゆっくり撮影ができそうです。でも今回はやっぱりね、水が少し多そうですね。気をつけて撮影しようと思います。はい、こういうとこアングルも、私はね、こういうのはね、もう、あそこの落ち口だけ狙って撮るのと、全体撮るのってね、もう両方撮っちゃいますよね。どっちもね、私好みのアングルになるんで、こういうのはね、人をいろいろ思う方いっぱいいると思うんですけどもね、まあ人は人、自分は自分、今はもうね、この時代っていう感じですよね。こういうのは今はもうフィルムと違って、デジタルなんで、カード1枚でもう何千枚って撮れるんで、気になるところはもう全部撮ってしまいます。
釜の滝なんですけども、やっぱり水量が多いですね、今日は。これいつもなら、向こう方に渡るんですけども、今日はちょっとね水が多いんで、ちょっと渡るの危なそうなんで、ちょっと向こう方に渡るのはちょっと今日はねやめときます。ねじくの滝の方はまだ行けると思うんでやっぱり今日はね水量が多いんで、あのキャニオニングですか、あれをやってる方はいないですね。こんだけ水が多いんでちょっと危ないんじゃないのかな。よいしょ。はい、今ここの小さな滝をね撮影してるんですけども、ここ今ね光が当たってないんですけども、こんな感じで、ちょっとね今回ね今狙ってます。今はですね、ND フィルターをつけて、で、かなりね、シャッター速度を、ね、遅くして撮ってます。で、結構ね、この水の流れをね、かなりぼかして撮影してます。で、今ちょっとね、光がないんですけども、これ光が入ってしまうと、ちょっとね、光りすぎてしまうんですよね。あの、シャッターは長くしてるんで。で、今ちょうどいい感じで光がちょっとね弱くなったタイミングでシャッター切ってます。はい、今ここ、3つの、ね、滝があって、そこの真ん中にね大きな石があって、それを挟んで1つの流れがこう2つに分かれてね、で手前にもう1個ね流れがあるんですけども、これ3つあるんで3つをねフレーミングして今ちょっと撮ってるんですけども、こういうのはね1個ずつ撮ってもね面白いですよね。それで今ちょっと光が差してねあれなんですけども、私の好みとしてはね、人の、まあ、好みいろいろあると思うんですけどね、私の好みとしてはこう光が差さない方が、フラットでね綺麗に見えるような感じがします。光が差してしまうとね、ちょっとね明暗差のバランスがね難しくなってしまってね、撮るのは難しいんですよね。どっちかに寄ってしまったりすると、暗くなっちゃったりね白くなっちゃったりするんで、で中間だとねなんかで、ね、ちょっとパッとしないような感じするんで、だったらね、ちょっとねこう日が差さないタイミングで、狙うのは面白いかもしれないですね。私はそのタイミングで今ちょっとね狙ってみてるんですけどね。はい、今ここねじれの滝にね来て撮影してるんですけれども、先ほどまでここでねまた、キャニオニングかやるグループが来てやってたんですけども、今もう降りてったんで、ちょっとね上がってきました。でやっぱりね水量が多くて迫力がありますよね。で今結構ね滝のこの音がすごくて、うまく音声が取れてるかわからないんですけれども、ちょっと聞きづらいところがあるかもしれないんですけども、それはねご了承ください。で、ここはねちょっとこう縦に長いんで、
これはね縦構図がいいかなとは思うんですけれども、やっぱりこういう時はね、まあ、もちろん縦は取るんですけども、やっぱり横でとあのやっぱりね押さえてもね取っといた方がねいいですよね、うん、でやっぱりね日差しがこう入ってくると奥の緑なんかがねちょっと飛んでしまって、白くなってしまったり、反対にやっぱりこの滝がね少し暗いんで、黒く潰れてしまったりすることがあるんで、うん、ちょっとね光の加減が難しいですけどもね、うん、やっぱりねこういう時はねもうデジタルの強みでどんどんシャッターを切っちゃうっていうのがね一番ですよね、うん、で、ここではねやっぱりね ND フリーターを使ってかなりねゆっくりめなシャッターを切ってます。結構ねゆっくりめ、今ね4秒ぐらいでシャッター来てますだからもうね水面がもうかなりね流れてますね、こうふわって柔らかい感じで、撮れてると思います。ではねもうちょっとここで撮影して、戻っていこうと思います。はい、ねじれの滝からねちょっとね下ってきたんですけれども、あそこの滝でね終わりにしようかと思ったんですけどもね、やっぱり滝の音がねすごくてねちょっと声を張り上げないとちょっとうまくね聞き取れないんじゃないかと思ってね、今ちょっと下まで降りてきました。で、今回はね、このカットを、ちょっとね最後にして終わりにしようかなと思います。ちょっとねこのカットはね最後どういう風にねフレーミングするか楽しみにしておいてください、うん、で今日はね、海沢渓谷またね入ってきて、写真ですね、撮って楽しんだんですけれども、やっぱり水量がかなりね多いですね今日は。でちょっとねさっきガイドの方に聞いたらね昨日一昨日すごいねゲリラ雷雨があったみたいで、それがかなりね、降ったみたいですね。だから今この山全体がかなりね水分含んでるから、この水しばらくはね減らないようなこと言ってましたね。やっぱり山の渓谷はねそういう形でね、降った後もね結構こう水が多い日が続くようですね、うん、それではね今回の撮影これでね、このカットをね最後に終わろうと思います。今回もねご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。それではまたさようなら。